はい、どうも、ダークネスローズです。おはようございます。おはようございますというか、今日は寝てない。昨日はなんか変な時間に寝てたけど、今日はさすがに寝てない。寝てないんやけど、まあちょっと動画を見てて、まあ気になることがあって、話、まあね、これ今、キャス画というか、画像がさ、ゆっくりの画像になってるから、ゆっくりの話ではないんよ。まあ、ゆっくりの話ちょっとだけするんなら、第2話、新作のね、第2話に関しては今編集中なんで、まあその辺はまああれなんやけど、もうその話は全然関係ない。久しぶりにこういう話するなっていう感じ。最近あんまりそういう話してこなかったんよね。まあ俺自体も、その、得られる情報がさ、限られてて、その、分かってないのに批判すんのってダサいなって思ってたから、あんまり言わなかったよ、その件について。なんていうかな、納得できないこととか、いやそれ違うんじゃないって思うことは多々あったけど、今までも、なんかそのツイッターのトレンドとかそういうのを見てる感じで、いやそういうことじゃなくないみたいな話っていっぱいあってんけど、ただちょっとまあ動画を見て、そういうなんか点と点が線になったなって思ったことがあったんで、まあちょっとその話しようかなと思って。まあその動画っていうのは、まあゆっくりの、ちょっと政治とかその社会のことについて話してる動画、解説してる動画があって、まあゆっくりゴシップチャンネルって、まあ調べてもらったらいいんやけど、まあちょっと他のチャンネルの話するのはあんま良くないから、ちょっと今伏せるんやけど、まあその動画を見ててんよ。まあよく見てるんやけど、まあね、そのそこの話題で出てた話で、まあ俺もそのそれ自体、その情報だけは一応なんかツイッターのニュースかなんかで見てたんかな、多分。フェス、某フェスが、ロックインジャパンだったかなのフェスが、8月とかに開催だったんかな、それが中止になったっていう話があって、まあちょっと前にラッドの野田洋次郎がなんかそれについて文句言ってるみたいな話があってやんか。でそれに批判が集まってるみたいな話があったりとか、ちょっと言い方がちょっと悪いみたいな、まあね、その彼がいいとか間違ってるとかの話ではなくて、その彼の言葉尻がその両サイドの、その 両サイドっていうか、この件のでギャーギャー騒いでる、そのまあその今回だと、まあオリンピックの話なの結局は。でそのオリンピックを潰したい人、潰したいっていうか、その厳密に言ったら日本をこう、その政府ね、その首相とかを攻撃したい人と、そのいやいややってること、そのそういう問題じゃないでしょって言いたい人の、そのまあ五輪容認派の人と、その潰したい人、まあ分かりやすく言うなら、そのはあの賛成派と反対派の両サイドの、そのうるさいやつ、そのいわゆるノイジーマイノリティっていうかな、そのうるさい少数派、まあサイレントマジョリティって逆の意味があるんやけど、まあそのうるさいやつらがめっちゃ騒いでるわけよ、両サイドの、言ったら。で結局ね、賛成派の方は、まあ賛成派が言ってることも、そのまあその人たちが分からずに言ってるかどうかは分からんよ、中にはちゃんと分かった上で言ってる人もいるけど、まあ言葉足らずの部分もあったりするし、俺がちゃんと見てない部分もあるから何とも言えないけど、例えばね、賛成派の人が、まあ今までね、そのオリンピックにしたってそれなりの準備をしてきて、そのこれを今更やめるってなったら、これだけの費用がかかる、これだけの問題がある、だから政府的にも今更やめることはできないんだよとかっていう話をする人が多いんだね。でもそうじゃないやって、そもそもそのやめるやめないの決定権を持ってるのは日本じゃないよねっていう話なんよ。日本が再設するからなんかそんな感じするけど、結局そういうことじゃないやってっていう部分をまず一番言わないといけないなって思ってんよ。で、まあ、それぐらいはまあ考えたらわかるけど、その感情的になってたらやっぱり、そのでしかもそのロッキンが中止になった件に関しても、
まあなんか国が圧力をかけたっていうイメージが強いんよね。うん、まあそのオリンピックの話はもう置いとこう。うん、別に日本関係ないし、まあ日本でやるけど日本関係ないやん。日本がもう決めれるレベルの話じゃないから、もちろんそのオリンピックの関係者が決めることやからどうしようもないんよ。やるって言われたらもうやるしかないんよね。これをその国の独断で潰すわけには絶対いかない話やから、いかないというかまず無理やし、物理的に無理だからね。うん、ないんやけど、そのロッキンが潰されたことで、まあラッドのね、の野田さんがなんか言ってる件とかもそうだけどさ、まああの人が言ってる怒り、あの人の言ってる怒りっていうか、あの人が怒ってんのはわかるよ。急に潰されてるから、はっきり言って、あの人もともとそのまあ俺と一緒でその自粛反対派なんよ。もう結構普通に仲間内で騒いだりとか平気でしてるような、まあそれをいいといいか悪いかっていう話はあるけど、まあ正直俺はそれでいいと思うよね。うん、ないんやけど、まあ結局そういう考え方の人だから、まあそんな形で潰されるのはまあ納得いかないだろうし、まあそれの感情論でわーってなった結果、目に見えたのが同じような時期に開催するそのオリンピックがその止められん、まあ批判してる人はいっぱいいるけど、その潰されないまま進んでいってるっていうことが気に入らないみたいなことを言ってたから、まあそれにかこつけてみんなワーワー言ってるんよね。うん、で正直、まあ、これに関する話をしてたら正直そのゆっくりのね、その説明をしてくれてた方、まあ、他にも何人かその動画を上げてる人いるけど、その焼き直しになっちゃうし、俺の話が下手くそだからそっち見た方が絶対いいから、正直それの焼き直しをするつもりはないよ。それはそっち見てもらったらいいと思うし、まあ、ゆっくりでね、オリンピックの開催とか、まあ、ロッキンジャパンのその中止の話とかを調べてもらえれば、それについて説明してくれてる人はもちろんいっぱいいるんで、そういうことが言いたいんじゃなくて、本当にね、感情論に関してはな、まあこれもそのゆっくりのチャンネルで言ってた話やけど、その俺自身もずっと前から気になってるなって、なんかその俺もそうなんよ。その何かがこいつ気に入らないから気に入らないって言ってることも多々あるし、でもそれは自分の感情だから、好き嫌いは自分の感情やんか。でも好き嫌いでそいつをそのなんていうかな、活動の場から消そうとか、完膚なきまで叩き潰そうとかっていう風に思わないやん。別に俺の視界からは消えさせるけど、言ったら自分が見ないっていう選択肢はするけど、そのそいつを潰そうとは思わないよ別に、そいつがクソだとしても。だけどだいたいそういう潰そうっていうするやんか。俺3つぐらいちょっとあげるよ。まあ3つぐらいの中で特に一番最後に言うやつに関してはかなりその危うい話だと思うけど、危ういっていうかその批判が来る話だと思うけど、まあ、あえて言うよ。まず一つ目はまあその緊急事態宣言うんぬかんぬの話を、まあ、これは、まあ、国がねそのまあ酒の提供がどうのこうのっていう話もそうやけど、まあ意味不明やんか。 そんなことでどうこうなる話じゃないし、意味があるのかって言ったらないんよね。なんでこんなことするかって、まあ当たり前だけど、それを文句言うやつがいるからね。うん、これが問題なんだろう、これをなんとかしろよってそのギャーギャー騒いでるやつがいるから、そのそいつらを黙らせるっていうか、まあ落ち着かせるためにそのやってるだけだよ。結局その国の対策がおかしいのってそれが原因なんよ。うるさいやつを黙らせないといけないから、それがどうしてもそのうるさいやつが次々いろんなことを言ってくるから、それを一個一個潰してるからむちゃくちゃになってるわけよ。でむちゃくちゃになったところを、あいつやってることむちゃくちゃやでっていうのところまでがワンセットだから、その批判してるやつは。だからそのまあでも国にはどうしようもないわけよ、その批判されちゃってるから。うん、だからそのなんだろうな、まあそれに煽られて騒いでるバカが一番悪いんだよね。まあ煽ってるやつが悪いっていうのはもちろんなんだけど、煽ってるやつらは悪いって言ったところでずっと煽ってるし、なんやったらもう何十年何百年も前からずっとそうやってそのヘイトを煽り続けてるから、そんなやつらにお前らが悪いって言ったところで何の意味もないから、だから根本的にそんなのに操られて、しかもね今時ね、そのオールドメディア、
新聞とか、まあ、テレビとかにそんな扇動されてるやつ、そんなバカなやつ、まあツイッター の, あのトレンドとかも一緒やけど、あんなんにその踊らされてるやつがアホなんよ、はっきり言って。そんなやつがいる限り、これこの瞑想は続くしっていう話がまず一つ。まあその何言ったら、そのみんなが言ってるからとか、そのなんか有名どころとか自分のファンのアーティストとか言ってるからそれが正しいって思わない方がいいっていう話、うん、っていうのが一つね。でももう一つは、二つ目ね、二つ目はあとね、これちょっと前に いつやったか忘れたけど、有吉さん、あの芸人のね、がよくそのなんかこの前な、かりそめ天国かな、あのマツコと一緒にやって、マツコデラックスと一緒にやってる番組で、アンジャッシュの渡部の件に関して、まあ復帰できるできないの話に関して言ってた話があって、そのこれ何が一番悪いのっていう話になった時に、いやメディアが悪いでしょみたいな話をしてたわけよ。結局そのそうやって文句たらたら言うんだったらあいつ復帰させてやれよみたいな話をしてたわけよ。でこれに対してそのメディアの記事ではよ、あくまで多分それで騒いでるやつなんか正直そういう扇動されてるバカだけだと思うから気にしないけど、その有吉社会性がねえわみたいなコメントをしてるやつがいたんだって、まあいたっていうかいるだろうね、そりゃね、そういうバカ絶対いるから。でこういうことなんだけど、渡部の件に関してもそうなんよ。まあ渡部の件に関してもそうだし、まあ以前の宮迫とかでもそうだし、あの TKO の木下ともそうだし、もっと前で言ったらその極楽とんぼの山本さん、今もね YouTube で活躍してるけど、あの人とかでもそうだけど、復帰できないできないっていうのは何なのっていう話なんよ。結局その才能がある人がその不祥事をやらかしたぐらいで、不祥事とその人の才能って関係ないから、特に芸事の話って、その例えばね、あのタレントとかちょっと難しいのよ、芸人とかね、ちょっと難しい部分は確かにある。でも芸人とか、まあ、ミュージシャンとか俳優とかっていう人、まあ、タレントっていうだけの人はちょっと難しいよ。そのバラエティ番組にも出るし、そのいろいろやる、オールマイティーにやる人っていうのはちょっと人柄を見られたりするから、それはちょっと難しいけど、言ったら芸人、そのミュージシャン、俳優、まあそこに画家とかなんだいろいろあるけど、そういうのって専門家じゃんね。専門家ってそれやるのが目的の人だから、人間性なんてどうでもいいのよ。才能があるかないかどっちかなんよ、はっきり言って。だからそいつが極論ね、犯罪を犯そうが人殺そうが薬やろうが、まあ不祥事を起こそうが不倫しようが関係ないのよ、はっきり言って。でその関係ないんだけど、ただテレビに出るとか YouTube でなんだかんだとかってなると、そこには広告が発生するし、そのコマーシャルがあるし、スポンサーがいるから、だからテレビには出せないっていうことってあると思うよね。うん、なんだけどね、ただその事務所に戻すとか活動をさせ、まあ言ったらそのテレビじゃないところで、そのスポンサーが関わらないところで活動をさせるとかっていうことは本人の裁量だし、そのしていいと思うよね。だから渡部に関してもそうやと思う。復帰していいと思う。でテレビにもだって極端な話、そのなんで批判してるやつが未だにいんのかって、その気に食わないからでしょ。別にその何が気に食わないとか関係なく、気に食わないからでしょ、はっきり言って。ただの感情論なんてどうでもいいんだって、はっきり言って。はい、っていう話だから、渡部の頃でもさっさと復帰させばいいと思うよ。で需要がないって言ってるけど、需要はあるから。なぜなら復帰させてほしいって言ってる人がいるから。その需要がないって言ってるのはお前の判断であって、お前の感情論であって、その実際その待ってる人はいるから、ね、うん、そのゼロではないわけや、絶対いるわけやから。だから復帰させてほしいやつもいる、ダメなやつもいるっていうだけの話であって、需要ねえからって、需要ないってお前が勝手に決めてるだけだって、お前の意見なんてどうでもいいわけよ。その求めてるやつはいるわけだから、一人でもね。だからまあ需要がないっていうのは根本的に間違いっていう、まあそれがまず一つね。でこれまあ二つ目ね。で一番最後、これがちょっとかなり危うい話になるんやけど、最近あのほら上級国民っていう言葉で有名になったけどさ、名前忘れた、おじさん、クソ老害のおっさんがなんか事故でさ、
車でそのな家族なんか引き殺した話ね。であれでなんかその犯罪じゃねえや、禁錮な5年とかになったんかな。でそんなんで許せるかわーって騒いでるやついるやんか。うん、関係ないでしょそれも感情論でしょ、関係なくないって。まあ確かにあの上級国民ガーとか言ってるけど、はっきり言ってそんなもんよそんなもんよ今更。はっきり言って、なぜならその禁錮5年って確かにその罪というかその罰は小さいかもしれんけど、そのあのおじさんがさ社会的に受けた制裁ってどれだけでかいと思う、はっきり言って。それじゃ足りないっていう意見はわかるよ、わかるけど、そもそもそんなものってお前が決めることじゃないんよね。下手したら被害者が決めることでさえないんよ。結局そのそういうもんだし、しかもそのまあ家族も含めてね、その人の家族というか関係者も含めてどれだけその社会的にめった打ちにされてる状況かっていうことなんよ、はっきり言って。だからその社会的に殺せば十分だと思うよ。それは否定しない、それはやっていいっていうか、いやその必要悪だと思う。だけどでこれ以上の重罪を求めますと、何だったら死刑にしろとかわけのわからんこと言ってるやついるからね、そういうことない、そういうとこだぞお前らっていう話なんよこんなん許せますかっていうニュースを見て許せねえって言ってるのもうねお前ニュースのさ、ちょっとでも考えたらわかるやんか、もうそのニュース出してるやつのさ思うツボやんってはっきり言って、うん、っていう話を。だから別にその上級国民を擁護、まあそれは俺は上級国民になりたいんでそれは擁護はするけどだけど別にその人を擁護、そのおっさんを擁護するって話じゃなくて、その渡部を擁護するわけじゃなくて、その問題を起こした YouTuber を擁護するわけじゃなくて、うん、そのなんだろう、批判してるやつの意見なんてどうでもいいんよね、はっきり言って。無視すればいいんだよ、そいつらに。あのなんやろ、振り回されてるから、そのなんだろう、ギャーギャー文句言えば言うこと聞くって思ってるから同じようなことずっと繰り返すから、無視してしまえばいい、それが一番早いんよね、うん、その無視して無力化するっていうのが一番いいと思うよ。あの意見が通らないとか相手に何の反応もして、例えばそのアンチとかって文句言うやんか、例えば誰かに文句言うやんか、そいつが反応してくれることが一番嬉しいよ。その落ち込むのもそうだし、泣くのもそうだし、怒るのもそうだけど、そうやって何か反応してくれるのが嬉しいからやっちゃうわけよ、アンチって。だからその逆に言うと何の反応も起こさないとか無反応、アンチが増えようがどうなろうが全く関係ない、あ知らないって言ってるやつがいたらアンチする意味がないんよ。だからアンチなんかいなくなっちゃうの。でもそれじゃ面白くないからわざとアンチは煽ったりするわけよ。だからそのアンチを本気で潰そうと思った一番簡単な方法ってそいつの存在を無視することだよ。その反応するとかしないとか関係ないよ。イライラしたりとかした時点でダメやから、悲しんだ時点でダメやから、そいつについて言及しなくても、最近辛いんです、あ最近イラつくことがあって、それだけでもダメだから、もうそれについて一切関係ない、もう何が起きても我関せずでずっと言ってるのが一番アンチにとって答えるから。なんせ自分の存在を否定されてるわけだから、あの自己顕示欲を完全に潰されてるわけだから、承認欲求も潰されるし、だからそれが一番ダメージを与える、うん、だからそいつの存在を無視するっていうのは結局意見を無視するっていうのが一番早いから、うん、だからその煽ろうとしてるやつもそうだし、こうやってなんだろうね、うん、アンチしてるやつもそうだし、その需要、お前なんか需要なんかねえよって言ってるやつもそうだし、そいつらを黙らせるのはそいつらの存在を無視することが一番大事だから、うん、だから超然的にやるべきだよ。あの感情を処理できないものはっていうタイトルにしてるけど、まあこれあのガンダムのねザビーネのセリフやけど、あのうん、本当にその感情でね突っ走ってもろくなことはないですよっていうことだよね、うん、まあ今回ちょっといろいろ過激なことというか、うん、久しぶりにこういうちょっと話をした、重めの話をしたかな、はい、まあそんな感じで、良い週末を良い日曜日をお過ごしください。はい、ダークネスローズでした。バー。